スポーツジャケットの例。血のパンツ、ナロータイ、ストライプシャツを合わせている。スポーツジャケット、あるいはスポーツコートとは厚手の生地で作られたジャケット。古典的なスポーツジャケットは、ノーホークジャケット、ハッキングジャケットである。近代では、背広のような形のものが主流であるが、スリーピーススーツや背広服のように、セットとなる、ともぎれのズボンなどは作られない。 一般にコーデュロイスエードデニム、革、ツイードなど硬く厚い素材が使われる。古くはスポーツの際に着用される男性用の上着を刺した。19世紀からテニスなどのスポーツが大学生などの若者の間で人気となり、それを観戦する際に背広ではフォーマルすぎるため、ノーフォークジャケットやカントリースーツ、ハッキングジャケット、 ブレザーなどの運動に適したジャケットを着用して観戦することが流行しちにとしても用いられた。それらのジャケットが簡略化されてスポーツジャケットとなった。その後、アイビールックなどに取り入れられバンジャケット等を通してみゆき族などに影響を与えた。ブレザーはイギリス海軍やボートクラブを起源とする。基本的に無地で暗めの色を使いボタンは金属製。 生地は、ウールや、フランネルなどを使用している。スポーツジャケットよりもフォーマルなものとされ、制服などに採用されることがある。シングルのブレザーは、スポーツジャケットであるが、ダブルのものはそうではない。今日の欧米諸国では、ブレザーとスポーツジャケットの違いはほとんどなくなっており、スポーツジャケット全般をブレザーと呼ぶ傾向にある。ありがとうございます。